おはようございます。ここは新大阪駅です。 JR 西日本のどこでも切符を利用しまして、今日は博多に行きます。ただまっすぐ博多に行くわけではありません。まずは山陽新幹線で岡山まで行きます。 JR 西日本どこでも切符の旅2日目のスタートです。よろしくお願いします。どこでも切符は新幹線の自由席も利用可能です。そしてさらに指定席も合計6回まで利用可能です。昨日2回まで利用しまして、ここで3回目の指定席利用となります。新大阪駅を出発、岡山まで所要時間は44分です。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号博多行きです。新大阪駅でリクルおじさんのマドレーヌを買いました。これが今日の朝食です。甘い香りとともに栄養を補給します。新神戸駅です。この次の停車駅が岡山です。そしてあっという間に岡山駅です。岡山駅に到着しました。ここからが今日のメインです。今日のメインはですね、こちら今ズームしますけれども、特急やくも出雲市行き、これに乗りたいと思います。始発の岡山から終点の出雲市まで全線乗車いたします。中国山地を越えて島根県へ。特急やくもは岡山が始発ではありますけれども、一応指定席を取っておきました。表にゆったりやくもと書かれていましたけれども、ゆったりできそうな座席です。ここに物が置けそうな感じがしますけれども、実はその手前に窓があります。特急やくもで岡山を出発、出雲市までは3時間と2分です。まずは山陽本線を走りますけれども、倉敷から先は伯備線に入ります。特急南風高知行きも走っていました。JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急やくもの向こう出雲市行きです。16分1分3時10時20分21時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 21
まもなく倉敷に到着します。倉敷を出発しました。ここから先は伯備線に入ります。いよいよ中国山地を越えます。この列車はカーブでもスピードを落とさずに進めるように車体を傾けます。そのため車酔いには注意が必要です。現在時速100キロで走行しています。高橋駅に停車します。高橋川に沿って走ります。新見までは高橋川沿いを走ります。岩がそのまま露出しているような激しい地形になっています。これは石灰石でしょうか。石灰石って書いてありますね。まもなく新見駅です。ここでは芸備線と紀新線と接続します。だいぶ山奥に入ってきましたね。この駅は足立といいます。足立ではありません。
鳥取県に入りまして標高が下がり始めました。これは日野川といいます。海家温泉付近で日本海に注いでいます。ですね、本日は日野川といいます。五島からの眺めは豊かでよく晴れたいですが、遠くに北海道の方に堀の島を注ぎます。また平安時代に高く不況の霊場によって流れたところで、今でも一般的に昔の神を忍ぶことができます。天然記念物の大天キャラクターなどこんな植物が多く、地域を通じて楽しむことができ、山陽代表する国民です。山越から車でおよそ40分です。大山が見えますと車内でそのアナウンスがありました。非常にありがたいサービスです。中国山地を越えまして米子まであと少しです。車内揺れたんで結構疲れました。車酔いは大丈夫でした。酔い止めの薬は全く飲んでいません。朝新幹線で陸路おじさんのマドレーヌを口に入れただけです。伯耆大山駅の手前で山陰本線と合流します。伯備線はここまでです。この先終点の出雲市までは山陰本線を走ります。先ほど並んで走っていました日野川を渡ります。米子駅に到着です。これは境線ですね。境線の北郎列車です。鳥取県内を西へ進みまして、ほどなくして島根県に入ります。車窓に広がりますのは中海です。宍道湖とともに海水が入り混じる汽水湖です。こちらは松江駅です。島根県の県庁所在地です。15km、全国で7番目の大きさで海水の入り混じった汽水湖です。たくさんの魚介類が生息しており、特にシジミは全国に知れ渡る特産品です。また夕日の美しさは有名で、日本の夕日百選に選ばれています。自然が作り出す素晴らしいコントラストは見る人の心を魅了させてくれます。電車はしばらく宍道湖に沿って走ります。どうぞごゆっくり景色をお楽しみください。宍道湖のアナウンスでした。わかりやすい解説でした。今日はこの天気なので夕日は難しそうですね。今アナウンスありました通り、まもなく終点の出雲市に到着です。岡山から出雲市まで特急やくも全線乗車してまいりました。揺れましたし、昨日からの蓄積疲労もありますので腰が痛くなってきました。出雲市に到着です。それでは今回の動画はこれで終わりとします。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。